紳士王国堂々完成。我が輩誰かに見せたくてたまらない。我らに頭痛を起こさせるとは侮れないな。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。さあ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。おお、こちら。ほれ、出発。義明様、先ほどの御陣は敵でございます。だよ。なんと趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。極秘に進めていた人類皆ヒゲ紳士計画が漏れたのかね。ではただで返すわけにはいきますまい。だね。その通り。この素晴らしい超絶素敵紳士王国をしっかり自慢して世に広めてもらおうじゃないか。生き延びたければ我らと感化を交えぬことだ。入隊規則はひげがあることでござる。頼む、ひげだけは無駄ないで。土地を求めて争うが物質。の神と欧州三代素敵紳士たる我が輩にぴったりなのは一体どちらだね。我が輩、美しいお嬢さんになら雇われても構わないよ。斬新な提案と認めよう。だが断る。認めないとも。目にゴミが入ったのだ。次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。玉切れの時を狙う。見落ちがねえ。いつ見てもいい。我が輩の素敵さ、まさに生き写しの銅像。我が輩の隠れる時間を稼いでくれたまえ。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。どうぞもどうぞ、見ていってどうぞ。だよ、まだまだこの超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。つけひげが取れた。
先方の隊から順に整備に入る。以降に備えろ。我が輩のヒゲ先からも水が噴き出したら素敵だろうね。我が輩の大活躍、口コミで信長公まで届けてみせるよ。君の目的はこの源泉茶葉だね。この戦が終わったら終焉をとか考えちゃいけないような気がするな。盾など無意味だ。それを証明してやろう。立ち上がれ。主の心を裏切ってはならぬ。出世のコツは長いものだよ。もっと巻かれるんだよ。我らにかなうと思うな。なれんと力が入らん。監督するも効率的か。よし、棟梁に指示を仰ぐぞ。劣勢に傾いたか。いや、それはない。心しろ。すべての銃口がお前を狙っているぞ。倒れるまでが必死です。流れが良くねえからこそ槍の振るいがいがあるじゃん。銅像を触るとその場所が素敵になるらしい。溢れる紳士の気品が隠れることも許さない。水も滴るいいヒゲは艶やかだろう。花芽は打ち抜いた。この戦場の松間を立ったということだ。行きましょう。我らはひとところにとどまらない。そうだな。優勝を打ち抜けば終わり。お前がそれを望むのである。戦も楽じゃないね。今ここで我らを雇いたいと。無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。